フクロウが鳴き、いつしか月も闇に隠れ、夜の彼方に忽然と現れた城へ、今宵あなたを案内しよう。そこに腕利きの男たちが待っている。クロースアップマジック、指先の奇跡、もはやその名を知らぬ。あらゆるコンテストを総なめにした最強のマジシャンたちが、友人前田智弘のために緊急来日。私たちの度肝を抜くクロースアップマジックを披露する。鮮やかすぎるその手並みには、もはやため息をつくより他にない。トリックを見抜くもよし、ただその華麗さに酔うもよし、この番組に出会えたことをあなたはきっと幸せに思うに違いない。スウェーデンの首都ストックホルム、ノーベル賞の授賞式でも名高いこの街に噂のマジシャンがいる。抗議するインテリ、華やかな晩餐会の一遇で彼は人々を魅了していた。誰が呼んだか、 IQ マジシャン、トム・ストーン。その指先は私たちの思考さえ止めてしまう。スウェーデンが世界に誇るマジシャン、トム・ストーンが遥かな海を越えてやってきた。初めまして。 My name is トム・ストーンです。それじゃあ早速始めましょう。これわかります？指で押しますよ。ほら、あれダメだな。じゃあもう一回、じゃあちょっとあなた押してみてください。ほら、本物ですからね。念のためにこれでよく見てください。どうです、よく見えますか？要するにこれが心理学です。じゃあこれは何かというと、単なるテクニックですね。では今度は力学を使います。見えましたか？例えばこんなこともできるんです。ほらこれは消すのが難しいんですけど、こうやるとほらね、まあいろんなところから出てくるんですよ。時にはこんなところからも。あった、失礼、ごめんなさいね。どうぞご歓談ください。え、すごい、魔法使いみたい。本当にすごい、すごいでしょ。多分すごい、本当すごいの。イエイ。重
力さえも思いのまま。だがそこには人間の心理を巧みに操る計算が潜んで。ここまでは日本リーバとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。どなたか指輪をしていらっしゃる方がいませんか？指輪ちょっと貸していただけませんか？はい。うわぁ、こりゃ高そうだ。素敵な指輪ですから傷つけないように気をつけなきゃいけませんね。こんなことしたりなんかして。ちょっと大丈夫？いやいや冗談ですよ。今投げたのはコインですから心配しないでください。コイン投げた。ほんのジョークです。ほら指輪は無事です。よかったゆかちゃん、よかった。指輪はジャンプすることがあるのを知ってますか？見ててください。この指からこの指にジャンプします。ものすごいスピードですからね。よく見ててください。ジャンプジャンプ。わかりましたか？今行って戻ってきたんです。今度はスローモーションでやってみます。誰でもできる。ジャンプじゃん。すごい。すごいでしょ。どうですか皆さん。すごい。どうもありがとう。ありがとう。これは古くからあるマジックの道具です。カップ&ボールっていうんです。日本語だとお椀と玉かな。お椀と玉、さっき教わりました。はい、この赤い布は畳んでおきましょう。几帳面なんです私は。はい、さてと使うのはこの2つのカップと魔法のスティックです。どうぞ調べてみてください。どうぞ。いいですか？何も仕掛けはありません。この2つのカップと、そうだ、ボールが2つないとね。では古典的なやり方で始めましょう。赤いボールを消してみせます。よく見ててくださいよ。ほら、じゃあこっちも消してしまいましょう。あっという間です。ほら、今消えたボールはカップの中です。どうです？イエーイ、乗ってきましたよ。今度は出しますよ。 3,2,1。 ほら戻ってきた。お帰りなさい。カップの底に仕掛けがあるとか磁石がついてるんじゃないかってよく言われるんですけど、そんなことはありませんよ。穴が開いてるって人もいますが、それも違います。だって穴があったら、おっと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 、おお、ペンだぞ。ちょっと確かめてくれませんか？どうして穴なんてありませんね。でも何か仕掛けがあるはずですよね。この辺りにちょっと試してみましょうか。ん？よいしょよいしょ。そうでもないですね。だけど何かあるぞ。うわー、あれ今出てきちゃったよ。いや困ったな。こんなものが出てきちゃった。こんなはずじゃなかったんだけどな。どうしたらいいでしょうね。まあいいや、ちょっと置いときましょうね。そうだ、ひらめきましたよ。こんな風に間に入れてと。カップを叩いてください。ありがとう。どうなったかな。不思議ですね。そう、あなたのパワーかも。じゃあ、あなたに選んでもらいましょう。こっちとこっち、どちらか決めてください。OK、 手を出して、もう片方の手でカップを押さえてください。さあさあ、じゃあ行きますよ。ソーラー入ってるかな。本当にパワフルですね。ところでこのカップには、なんだなんだ、一体どうなってるのかな。いや、あらら、いつの間に靴が。だけど赤い布は、え、見えます？見える？あれれ？本当に奇妙なことが起きる日ですね。どうなってんのかな。だいたいあの緑のボールは、わお。でもまあいいですよね。いかがでしたか？ありがとう。ありがとう。どうもありがとう。